ナデエン市は中華人民共和国国立交省、ジャムス市に位置する研究市、中路国境に位置している。旧名を水園圏と言い,い、この地を永遠に沈め、閉廷することを祈って、ナデエンと命名された。市人民政府の所在地はナデエン鎮。ロシア連邦のハバルフスク地方と接する国境の町でもある。アムール川の支流の一つであるウスリー川が、南東から北東にかけて、 ロシアハバロフスク地方のハバロフスク地区と国境をなしている。また、北西から北東にかけては、アムール川がロシアハバロフスク地方のアムールスク地区との国境となっている。ソ連海軍英雄記念碑1909年、成長により設置された水園州を前身とする。中華民国が成立すると1913年に、水園県と改変、1929年に、 なでえんけんと解消された。旧来は、吉林省に帰属していたが、1945年に、合わせ交渉、1949年に、松江省、1954年に、国流交渉に移管された。2016年1月13日に、研究史に昇格し、現在に至る。ご陳、ご教を管轄、全、 なで線の全新鎮駅から 169.4km の区間が2011年12月6日に開通した。なで園駅は中国最東端に位置する駅となった。中国の鉄道路線、東に 169km 延長。人民も、2011年12月16日閲覧。ありがとうございます。